ホットケーキさん、うん、早いテンポでアクセントが、ところどころで変わる曲の場合、ダウンストロークなどのスネアの打面から、スティックが離れがちになるのを直したいのですが、コツはないのでしょうか？意識しまくるしかないのでしょうか？ダウンストロークの後に打面からスティックが離れるっていう場合は、ダウンストロークしてそのままストロークの手が上に浮いちゃうということであれば、叩いてから止めてるっていう動作になると思うんですよね。多分この叩いて跳ねてるやつを打ってここで止めてるとスティックの高さが上がるので、なのでダウンストロークで動きを止めるというよりかは、その跳ね返ってこないように叩くっていうような意識がいけるといいので、なのでその親指と人差し指のこの一点でつまむと、こう一つの視点でつまむと、まあ、ここを基準にスティックってこうシーソーのようにこの動くので、なのでこう上にこうピョーンって返ってきて、でこれを止めるってなると結構こうスティックが上がっちゃうので、なのでこことあと小指の方で持って、でこっちの方を動かすイメージでいくと、なんか跳ね返ってこないように叩くことができると思うんですね。視点を2つ持つというか、この小指と親指のこの視点を2つ持って、でそのままストーンと落とすと、なんか跳ね返ってこないように叩くことができると思うので、まずそれをちょっと意識してもらってみるといいかもしれませんね。この1つだけでこうやって持つと、打って跳ね返ってくるやつをビャって止めるので、親指と人差し指とあと小指の方の、ここの2つの視点で、そのままストーンと落として、なんかこうなんでしょう、こう布団叩きでベタって叩くような、なんかそんな意識で叩いてもらえるといいんじゃないかなと思うのと、あとなんかアクセントが結構このバラバラになっちゃう時の原因としては、その、まあ、もちろんこの右手そのもののダウンストロークの弾みもそうなんですけど、ダウンストロークした後に逆の手がシュッて上がっちゃうんですよ。結構こういう感じでこう上がっちゃうので、なので、このついこう上がっちゃうこの子をこう我慢するという感じですね。こうアクセントした時に逆の手がシュッて上がると、こう割とこう全体的にアクセントになるので、この上がるのを我慢していいんじゃないかなと思うので、なんか視点を2つ使って、スティックを弾まないように使うっていうのと、あとアクセントをした時の逆の手が上がらないっていうことを、意識してもらうと良くなってくるんじゃないかなと思いますかね。